エルミタージュ庭園は、ロシアモスクワにある公園である。エルミタージュ公園とも言う。劇場、エルミタージュ劇場、スフェラあたり公園は、トベルスコイ地区のカレトヌイリャド通りの3番地にある。およそ4.9ヘクタールの面積を持つ。園内には、無料で入場することができる。園内には、エルミタージュ、スフェラ、ノバヤオペラの3つの劇場が設けられているほか、 野外ステージやレストラン、ベランダ32.05などがある。子供用の遊び場には、ブランコや滑り台、砂場などの遊具がある。プーシキン駅やトベルスカヤ駅、チェーホフ駅から徒歩圏内にある。劇場、ノバイアオペラモニュメント融合の共造庭園と劇場の、ある空間を作ろうとする試みが何度か行われた。あと、1894年7月16日に、 土地全体が、モスクワの商人、ヤーコフ市中勤の所有するところとなり、この日が東庭園の創設日とされている。創設からおよそ11ヶ月後の1895年6月18日に、劇場、エルミタージュが正式に開設される。1898年12月、アントン・チェーホフによる、戯曲、カモメが、劇場、エルミタージュで上演される。 1960年代から1970年代にかけて野外ステージにおいて、ブラジーミル・ビソツキーやリュドミラ・ズイキナ、ロマン・カルツェフやビクトル・イルチェンコ、ゲンナジー・ハザノフやミハイル・ズバネツキーなどのアーティストによって演奏が行われた。1981年、劇場、スフェラが女優のエカテリーナ・エランスカヤによって創設される。1991年、劇場、 ノバイア・オペラが開設される。2000年、ビクトル・ユーゴーの胸像がパリ市長室より、ダンテ・アリニエーリの胸像がイタリア政府より寄贈される。2006年、長さ70メートルのステンレス製パイプで大きなハートの形をかたどったモニュメントが設置される。2016年、スケートリンクが開設される。ありがとうございます。